こんにちは、関口慎吾です。この動画では僕がよくやってる、カッティングをちょっとやりたいなと思ってます。特に Just the Two of Us のね、進行でよく、こういう感じでカッティングすることが多いんですけど、まあ、すごく自分の好きなパターンなので、ちょっとこれを動画でやってみようかなと思います。はい。カッティングって、こういうやつですよね。まあ大事なところは、このミュートがどれだけしっかりできるかっていうところが一番ポイントで、ミュートの仕方はまあ2種類あるんですけど、左手を浮かせることで、わかります？浮かせると音が止まりますよね。それから、こっちの右手の、まあ、この辺で、音を止めてあげる。まあ、一番ミュートするとこういう感じです。よくね、ロックのリフとかで、バッキングでやりますけれども、特にこう手首でカッティングして、まあ、ちょっと小回りがね、効くようなカッティングするときに僕はよくここでミュートして、まあ、音があんまりこう暴れないように、コントロールしてます。まあ、それとこっちのね、浮かせるミュートを、両方とも組み合わせて使う感じで。まあ、最初ね、難しいと思うので、すごくなんか基礎的なカッティングからやってみたりとか、まあ、D7 とか、これセブンスのコードでファンクとかね、カッティングすること多いので、例えば D7 スで、 D7 スないんすかな、まあ、よく押さえる方法ですね、これね。まあ、こういうのがすごい基本的な、まあ大事なのはやっぱりこの音のね、切れ際、こっちでミュートしてあげる。なんとなくこのね、あの弦6本をこうピックで、ピックはちなみに僕は自分の、ちょっとぼやけちゃうね自分モデルのティアドロップ、使ってます。ピックボーイさんのやつで、これ1ミリくらいかな、割とちょっと薄めかな、違う、ごめんなさい、0.75mm ちょっと薄めのやつ。ピックをまあちょっとね、軽めに持って、あんまりギュって持っちゃうと、弦をね、こう撫でるように弾けなくなっちゃうので、なるべく軽めだけど落ちないぐらい。まあでも僕結構落としちゃったりするぐらい軽く持ってます。で、まあ、これをね、撫でて、弦がもしなんかデコボコしてたら、それをこう砂を鳴らすような、デコボコしてる砂の、面をこうね、綺麗に鳴らすようなイメージで僕はやってますけど、それはダウンの時もアップの時も一緒で、左手浮かしてるときはこういうミュートの音になってるはず。はい。まあ今これ8部でやってますけど、これをまあ16部で。みたいな感じでやってきます。まあこれ、ここだけでも十分多分ね、初心者の人には難しいと思うんですけど、まあもうちょっとね、細かい、ビギナー向けのものはまた別の動画に、
アップするとして、今日はこれやりましょうか。で、Just That Over ってオリジナルのキーは、F マイナーなんですけど、僕はなぜか E マイナーで弾くことが多くて、まあでも E マイナーにしとくと後でこうなんか、曲の中でカッティングセッションみたいなセクションを作ったとしたら、割とこの開放弦をね使えたりするので、ここがね使えるからちょっと低いところも出せるんで、はい。で、最初の、コードが僕はこういう押さえが出してます。 C メジャーセブンスなんですけど、こういう押さえ方、普通はねこうやって押さえると思うんですけど、これ何なんでしょうね。6が入ってるのかな、はい。で、小指でちょっとね、ハンマリングをしながら音程変えてあげる。で、次 B7 フラットサーティス。で、Em はまあ9数入れててもいいし、両方使えます。この正反の場合と。で、ここが僕的なポイントで、ここの平行移動で、半音ずつ降りていくところなんだけど、タラララッタッタっていうリズムをちょっと強調してます。いろんな押さえ方の時あるんですけど、まあでも基本的に全部リズムはこのタラララッタッタっていうのがなんか自分の中のこうなんていうんですかね、ポイントというか、はい、そういうアレンジで。で G7 まあサーティースだったりフラットサーティースいったりで、こっち来たらまあ5弦ルートで、5弦ルート C メジャーセブンス、ナインス、まあナインスじゃない時もあるけど、 B7 シャープナインスじゃない時もあるけど、この辺はもうアレンジの領域で、まあ、基本的にはこのコード進行の繰り返しになってます。この辺はなんかちょっとイレブンスをね、制覇してあげて、っていう感じになってます。今こっちでやってた。この辺もう本当にその都度違うの変えちゃってください、好きなやつに。でもいろんなボイシングを覚えておくことで、そのカッティングでいろんな表情をつける、まあ、カッティングセッションだったりカッティングソロ的なことをやりたいっていう時には、ずっと同じボイシングだと飽きちゃうというか、あまり変化がないので、いろんなボイシングを覚えておいたり、まあ、全部がね6弦ルートだったり5弦ルートってそのルートが入ってなくてもいいと思うんですよね。これよくやるんですけど、ルート入ってない B7 こういうやつですね、まあ、これジャズで出てきたりするやつなんですけど、そういうものを取り入れてってもいいかなと。これも Em9th なんですけど、本当はねルートはここにあるんですけど、入れないで、まあなんかあえてちょっとルートがなくなって軽い感じというか、その辺も変化が出るのでね、こういうのも使えるとカッティングセッションのバリエーションがいろいろ出るかなと思います。例えば B7 のところはこの E フラットディミニッシュが、まあ、同じ役割のコードなので、こういうの入れてあげるとまた変化が出るかなと。
なので、まあ最初にね、教えた基本的な押さえ方とかリズムの感じっていうのをマスターしたら、まあ、そこからはいろんなボイシングだったり、いろんなリズムを自分なりにこうね、組み合わせてカッティング、ソロ的なものを作っていきます。さらにね、上級に行くと、多分ここにコードだけじゃなくてベースラインだったり、もうちょっと単音のリードっぽいフレーズをね、混ぜ込んで、ここにベースだったりとか、この E マイナー行った時にちょっと E マイナーペンタの単音カッティングっぽいのね。ちょっとリードっぽいみたいなのを一瞬こう入れてあげたり。なんかこの辺6弦ルートだと握り込んで。入れてあげたりとかね、まあ、いろんなこうバリエーションができてくるかなと思います。そこはかなりの上級編だと思いますので、まずちょっとそれはまた別で、いずれやりたいなと思います。はい、ということでちょっと今日は簡単にですけど、僕が普段よくやってるカッティングの、まあ、ジャスト・ザ・トゥーバースを元にしたやつですけど、どんな感じでやってるかっていうのを動画にしていました。はい、ということで、またね、他のもうちょっと細かいこととかは別に、アップしていこうと思いますので、ちょっと練習してみてください。はい、ということでまた、違う動画でお会いしましょう。ありがとうございました。